こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、新型コロナウイルス影響で FBA 納品が一部禁止になります。梱包や納品方法を説明します。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。こんな感じですね。こちらのタイトル通りになります。説明させていただきます。はい。こちらですね。今回ですね、簡単に、簡潔にですね、説明させていただきます。まずですね、1コンポあたりなんですけど、15ですね。15キロ以下に納品するようになります。はい。その次なんですけど、こちらもですね、1商品、1つの商品ですね、重いものとかあるんですけど、これも15キロ以下ですね、の納品になります。はい。あとですね、例えばですね、これです。15キロ以上になりますと、Amazon の FBA の倉庫からですね、出荷できないです。はい。で、今現在で、この15キロ以上ある商品ですね、1商品は出荷できないです。その点をぜひ注意していただければいいかと思います。あとですね、倉庫代は無料のようなので、ぜひね、確認取っていただければいいかと思います。はい。その他ですね、大型商品とか、制限等がありますので、ぜひね、直接テクニカルサポートに確認していただければね、詳しいことを聞きますので、ぜひね、確認していただければいいかと思います。はい。重要なことなんですけど、これですね、4月24日に私の方にメールが来たんですけど、これ、Amazon FBA に納品されたものはどうなのか、ってことなんですよね。これですね、大丈夫です。はい。で、これテクニカルサポートに私がですね、実際に、確認しましたら、24日、4月24日前に出荷されたね、商品はね、納品されるようなので、この点はね、ぜひ安心していただきいいかと思います。あとですね、心配な場合はですね、テクニカルサポートに直接ね、確認取ってみてください。はい。はい、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。あとですね、悩み、質問等ありましたらですね、ライト登録後によろしくお願いします。今回動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。